伊勢海老をモチーフにしたポップな着物も彩り豊かな陶器や染め物120点余りが松坂や名古屋店で展示されていますこちらの陶器は太平洋の波から着想を得て作られた作品愛知県岡崎市の陶芸家瀬口道夫さんが手掛けたもので夏の涼しげな水面を表していますこちらはカワセミの羽をイメージした模様をかたどった尻尾焼きで 羽に流れてくる風が深みのある青で表現されていますこの展示は今月16日までです